限界突破したブロリーとの激烈バトル。突如宇宙時から放たれた光に飲み込まれる戦士たち、Q の思惑とは。この戦いを見逃すな。自由を時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界もろとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界自由をその手に勝利を約束しよう心の叫び解き放って逃げるな戦え負けるな君自身に覚悟決めて年も痩せスーパードラゴンボールヒーロー宇宙創生の行方、新たなる世界の誕生。お前はフィオ。これでは宇宙とはとても呼べないな。いびつで醜い。やはり本来途方もない時間がかかる宇宙誕生を2話のゴッドバードと暗黒魔界の力とやらで無理やりねじ曲げたせいか。しかしこの結果も面白いではないか。すごいね、君。実験は終わっていない。僕の理想の宇宙はこれからだ。させるか！行かせないよ。
君だって見たいだろう。僕の宇宙を。ピュウ。奴はお前たちの理想の王とはならんようだな。黙れ。ほう、魔人と化して俺と戦うと。本気を出すまでもないけど。それはどうかしら。ドミグラ様の手を煩わせるほどではありませんわ。ロベン、トアは任せた。今だ。タイムラビリンス。どうやらうまくいったな。あんなものでいつまでもフューを拘束できるとでも思って。どうだろうな。大きな力の帯同感じますか。宇宙人より生まれし者のよう。まさしくいびつ。宇宙の摂理を無視しています。ビルス様もそう感じておられるのでは。時に孫悟空とベジータを。あの二人なら、うん、きっと大丈夫でしょう。ほら、一体どうしちまったんだ。大体ここはカプセルコーポレーション。ここ西の都か。新章開幕。目を覚ました悟空のもとに現れたのは地獄から蘇ったハーツ。敵か味方か、国威の戦士、その正体とは。さまざまな思惑が交差し、物語の歯車が動き出す。最大7枚、君だけのドリームチームを作ってドラゴンボールの世界へと飛び込もう。進化のアクションアビリティ、たくさんエネルギー波で敵に強烈な攻撃を食らわせろ。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション7弾、3月18日稼働予定。フューが作ったのはオラたちの宇宙をコピーした新時空だった。中に取り込まれちまったオラたちの脱出をかけた新たな戦いが始まる。
次回スーパードラゴンボールヒーローズ新時空対戦究極の激闘開幕。絶対見てくれよな。